はい、また今日もよろしく。よろしくお願いします。今日はまた素晴らしいゲスト、そうですね、松栄堂の畑社長に来ていただくという素晴らしいお香の話が聞けると思いますが、畑さんはどこで同志社の大先輩、大先輩であり、私は20代の畑さんを知ってるんです。畑さんも結婚された頃、私も結婚した頃で、みんなでわーって夫婦で遊んでた頃に、畑さん知ってるけど、その頃に何て言われたと思います？どういうこと？畑さん、どういうふうにみんなから思われてたでしょうか？畑さんが、うん、アイドルだったとか、アイドル、アイドル、畑さんって賢いよねって言って、うん、頭がすごい大きいから脳みそが詰まってるやってみんなに言われててね。もうそれからね、畑さん、私がこっちでわーっと喋ってたら、畑さん来られたらすぐ分かるんです。おもうお香の匂いがプーン。それではお迎えいたしましょう、はい、畑社長よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。いろいろと若い時のお話、本当にお人柄のいい畑さんを紹介しながら、うん、今日はお香の話を、こうちゃんも聞きたいことあったら聞いてください。前に一回ね、お香の会に寄せていただいたんですよ、はい、そうそう、文庫の、はい、機会をね、体験してもらって、うん、私も昔お家流を少しだけかじらせていただいて、はい、そしてもうお香って素晴らしいなと思ってるんですが、今日これすごい高いもんですよ、このお香っていうのは、うん、香木、いつも何から作るんですかってよく聞かれるんですね、うん、で実は皆さん香辛料として口にお入れになってたり、漢方薬として飲んでられたり、ね、私の、まあ、秋内っていうのは烏丸二条という場所ですけど、二条って今も神農さんという薬の神様が祀ってある、大阪の土生町、京都の二条って薬の町なんです。烏丸通りにあるなんか二条の室町かな。で、江戸時代鎖国の時に海の向こうからこう運ばれてくる、まあ、漢方薬ですね、そういうものを集積する場所が京都は二条やったんです、うん、でそれを分けていただいて、私の家は、まあ、香り作りをしたみたいですね。何百年、300年、そうです ね、だから二条の堀川の二条城の前あたりは染色屋さんが多いんですよ、染め物屋さんが今も。あで前もお話してたら、なあ畑君、二条のおかげやなあ言うて、あ染料も薬で、薬って漢方薬ですから、なるほど言うて、なるほどね。だから見た目なんかおかしなもんですけど、実は一番向こうのウコンの中ね、その黄色いの中、カレーが黄色いのはウコンの色ですから、たくあんの黄色いのもウコンの色ですよね、うん、意外と身近なところに皆さんの。よろしいですか、はいはい、それはまあ炊かないと香りがウコンなんかはしないかもしれませんね。あでもね、しますね、先生、その横の、はい、私たち長寿っていう、これですか、いや、ウコンの次のこれ、はい、それはクローブですから、それこそもう本当に香辛料として、あ、本当だ、うん、なんかインドのね、インド料理に出てきそうな、はい、おきましょう。あるいはあれですよ、お肉の料理の中にも、あ、いつも面白いと思うのは、例えばヨーロッパの国がアジアまでこう進出してきますよね、でオランダなんかがインドネシアあたりのこういう古領諸島を、うん、まあ、権益を守ろうとして戦争までするんですけど、 そこで取れるこのクローブなんかはもうヨーロッパは一生懸命運んで帰るのに、その横で取れる例えばこの白檀とか人工とか木質のものはヨーロッパの人はもうほとんど見向きもしないですね。でところがその黒いワッと立ってる、それは人工という木ですけども、手に先生手に取っていただいたら、はい、切り口なんか変わりますから。あ、本当や。で人工の中にいろんな種類があって、そのキャラという種類が非常に日本人の昔からその香りの質があったんですよね。キャラね、うん、キャラね、有名ですね、キャラ、面白い、本当に不思議だなと思います。
で、だからアジアの国々からこういうものを取り寄せては日本人の知恵でこう配合すると、まあ、ふくよかな香りができて、はい、で源氏物語なんかにもう本当にお香の話をいっぱい書かれてますね。源氏物語、はい、この間読み終わったようやく、はい、ステイホームでもう、そうそうそう、あ、ステイホームのか、そう、確かにね、宇治十条とか、匂いの宮とかね、はい、香りの話ばっかりですもんね。梅ヶ谷っていうところが、あの光源氏自身も含めて、あの香りを作る話が書いてあるんですね。あれ見ると、たとえ夫婦でも手の内を明かさない。で、私がこの作り出して、そのレシピが何を使ってるっていうのが聞こえてきますよね。お手伝いしてる私の取り巻きの人なんかの情報が漏れるじゃないですか、うん、すると光源氏がこれをやってるって聞いて、紫はものすごく、またあの人そんな卑怯な手使ってと怒り出すんですよ、なんで私を教えてないのに、なんでその女性にしか伝わってないレシピをあの人は知ってるのって、誰か他の女性から手に入れていたんでしょうみたいなこと書いてある。もう本当に夫婦喧嘩書いてあるの、なるほど面白いですよ。それぐらいこの香料をどう使うかというのが、まあ、あの時代に日本人の教養文化としてね、まあ、それがずっと後まで続いてきてる、今日私たちも引き継いでるわけです。今も、ね、峰子さんお家流やっとやってたり、うん、このお香の香道の流派っていうんですか、うん、はいはい、いくつぐらいあるんですか、うん、まあ、歴史的にはね、いくつも生まれていくんですけど、うん、それが今日まで伝わっても基本的には2つと、2つ、ね、私たちは変わります。死の流と家流ですね。あ、で、あの香道というのはね、こういう香料がある中で、先ほど先生お持ちいただいたその香木、はい、その香木が粉末にしてこれと混ぜたら光源氏の世界なんですけど、はい、粉末の、うん、配合するレシピなんかもう教養文化わからんみたいな世代が次の物語時代なんかね、うん、あのそういう時にこの香木そのものを炊くんですね、はあはあ、すると天然の素材が一つ一つ香りが全部違うことに気がつくんです、うん、で、例えば先生がそれを気に入ってどんどん炊かれます、はい、で、この塊がなくなるとその香りは私がなくなって私の個性がなくなるのと一緒で消えてしまうんですよ、うん、でそれが実は今度はコレクションをいくつもして、うん、ほんのちょっとだけ小さくして温めるとその木の香りの個性に出会えるという、まあ、それがその行動という世界なんですね。そういうふうにして、匂うじゃなくて聞くという、まあ、聞く、聞くね、こういう香りを楽しむ、しかもそれがこう行動のようなこう流派になってっていうのは、はいはい、日本だけですか、中国とか朝鮮半島にもなく、なりません、日本だけですね。で、特に江戸時代の最初のあの官営文化の頃にたくさんの香木があの南蛮交易で、まあ、日本に渡来して、で、世の中は太平の世の中になって、で、まあ、江戸幕府は大名社会を築くのに一生懸命の時に京都のあの土壌社会、道場公家社会が源氏物語なんか黄金集なんかを紐解きながら、そのたくさん入っていた香木の鑑定なんかをされるんですよ。で、その楽しみ方をこう、まあ、今の言葉で言うとゲームって言ってしまうんですけど、その3つの香りをどういうふうに楽しむかっていうその遊び方を創作されて、それがまあ香道と言われる世界を作っていくんですよ。あのヨーロッパだとね、香水じゃないですか、はい、香水はあれは何からできてるんですか。あ、基本一緒なんですよ、やっぱり、うん、で香水っていうのも歴史的に言えば今の文香と同じで400年ぐらいの歴史なんですね、それまではヨーロッパでもやっぱり香料物を火で炊いてたんです。キリスト教カソリックで今も炊いてますよね。そうですね。でだからいつも言うんですけど、パフュームっていう言葉はフュームって煙ですから、パンファマムとかね、パフュームで煙に乗せて香らすというのが本来のヨーロッパでも原始的な知恵なんですね。なるほど。ところがエッセンシャルオイルをここから抽出して、うん、シナモンとアニスと、うん、カンファーとクローブと、うん、エッセンシャルオイルを抽出してそれをきちっと掛け合わせて、うん、常に同じものを再現し続けるという、まあ、そういう世界がヨーロッパでは香りの主流になったんですね。ところが東洋は
ね、例えばこれ白なんですけど、ここからサンダルウッドオイル抽出せずにこれそのものを炊きますから、まあ不純物もいっぱいじゃないですか、植物繊維とか、それをその炊いちゃうんですね。不思議ですね、うん、一つ一つ全然違う、ね、全く違う、ね、そうそうそう、そんな風にして平安時代に配合のレシピが生まれる。で、室町時代の人たちが天然の香木をものすごく繊細に扱う知恵を生み出す、うん、で、道具がたくさん作られていく中で、今度江戸時代に入った頃にあのお煎茶が日本に伝わるとかね、三味線が日本に伝わってくるとか、あ、江戸初期って面白いんですよ。例えばあのインゲンさんのインゲン豆とかですね、民末期のさまざまな文化がこっちに入ってくるときに、こう細く線状に作る技術が伝わるんですよ。お線香、ね、だから、ね、もう便利ですけど一気に広まりますよね、庶民の生活にも。火種がずっとここにあるわけですけど、ね、でその線状に作った お線香の中にどういう香料を配合するかという平安時代からの知恵がここに盛り込まれると。まあ、それで私たちみたいな商いも広まっていったと思います。五っていう数字がほら、五臓六腑とか、はいはい、五色の短冊とか、うん、あのなんだろう、五感とか、五感とか、ね、うん、いっぱいありますよね。はい、あの陰陽五行の五なんですけど、香りもやっぱり五香って言って、基本的に揃えるもの、揃えるべきものっていうのは決まってるんですよ。古い、これ古いあの中国から伝わった宇宙観みたいなもんですけど、でそれで準備して刻んで袋に詰めたらその原始的な匂い袋だったんですが、それをあの香りを整えたり、あるいは常にその素材が手元に揃いませんから、香りのものを代用したり、いろんなことしてその香りの面白さを見つけていったんでしょうね。そういえば昔ものすごいお香の匂いしてらっしゃったけど、うん、今最近なんでですか？みんなに言われる。なんで？その二十歳代の頃に結婚した頃に出会った頃っていうのは、私も現場にいましたからね。あ、現場ね。もう私がね、あの会合に行くと田中さんのご主人だから前に座ったって後ろ振り向いておいとか言って遅れて行ってるのに気がつかあ。でまた遅れてきた、僕より遅れてきた友達がおい、旗来てるやんエレベーターえらいことになってるぞ。なるほどね。本当最近そういえばそんなことないからね。すいません、事務所の机ばっかり座ってるから。偉くなられたからね。そっちのね、はい、一番近くにあるその袋を、はい、勇気を持って開けてみてください。だっさん、何か書いてある、書いてあるもん。あ、蛇行って蛇行時間 そのオスの性、うん、のホルモンなんですね。で今これあれですよ、あのワシントン条約って日本に絶対輸入できないものですから。なんかすごいあの濃い高級なブランデーだからお酒をいただいてるというような感じがね。そのもう一つ手前にこれですか、はい、龍涎香で龍のよだれと書くんですけど、龍いたんですか本当に。これなかなかです。うーん、こんなん動物園行ったら何でもありそうなもんでしょ。でもやっぱりこういう植物性の材料ではどれも素晴らしくってもやっぱり淡白で、それにこうグッと、まあ、まとめて芳香剤って香りを保つ、そういうあの意味でそういうなんていうかな、動物性の香料も重要なんですね。でも今お話伺ってて思いますけど、はい、この香りがいろいろあるんだけれども、うん、お話をしようと思っても自分がね、うん、私なんかその香りと縁のないところで生きてると、こう香りを表現するボキャブラリーが自分にどんなに少ないかと思いますね。そうですね、私もあのいろんな意味でいいかと自分では分かってるつもりでいたんですけど、うん、やっぱり一番自分の経験の中で1980年代ぐらいにアメリカのお客様から手紙が来ました。で会いに行ったんです。その時アメリカ人に言われたのは、こんなナチュラルな香りはないって言うんですよ。ナチュラルだから自然という形容詞は日本ではまた使ってなかったですね。なるほどね。香りだけじゃなくて全てのことに、
今これ火をつけたお線香はさっきのそのジャコこれそれなんかを実際に使ってあ光源氏の時代の香りは多分こういうもんだっただろうと思う。今市販は絶対あの材料が難しいですからしないですけど、うん、学術的なあの意味で再現したものですけど、貴重な匂い。なるほど。私たち皆さんすいませんこれは伝わりませんので奥深い。本当にあの材料が日本国内で収穫全くできないものを取り寄せてその日本人 その季節感を知ってる日本人の生活感覚でこう整えていく、それはやっぱりとても日本的だなと。アジアの国と一緒にコラボレートして初めて日本があるんだなと私いつも思うんです、うん。